ケモン GO にはシャドウポケモンというものが存在します。シャドウポケモンとは GO ロケット弾によって無理やり強化されたポケモンたちの姿で、耐久が下がる代わりに攻撃力が上がります。その姿も変貌していて、シャドウポケモンは共通して黒いモヤがかかり目が赤く変化しています。そんなシャドウポケモンの上位互換であるシャドウルギア、エーペックス。通常ルギアが覚えるエアロブラストの上位技であるエアロブラストプラスを覚えるまさに最強のルギア。現在ポケモン GO で一度しか入手できないため、どれだけいい個体値を引けるかが重要となる。ということでシャドウルギアエーペックス出していこうと思います。せーの、よいしょ。うわ、出たー。普通のシャドウよりモヤが強いのよね。お、入るか。よっしゃ、いった。オッケー、シャドウルギアエーペックスゲットだぜ。あざす。それじゃあ個体値見ていこうか。1545ルギアを強くあってくれよ。せーの、ドン。微妙ー。